こんにちは、花です。花さん、花さん、はい、最近インスタグラムで、いや、インスタライブで荒れた姿をファンの皆さんに見せているっていう噂を聞きましたそれでね、改めてチャンネル見返したんですけど、やっぱちょっと優等生すぎるかなって私から見た花さんって YouTube 上の花さん、うん、インスタの花さん、うん、こうして事務所に遊びに来る花さん、うん、キャラ全部違うやばいやばいやつ、ね、そこで何年もやってるのにキャラが全然変わってない花さんにちょっとここ改善する余地あるんじゃないかなって確かに思いまして、はい、そこで今日花さんの解剖動画を作ると思います今日何の動画撮ろうっていう体なんでしたっけ。メイクの動画を上げたくて、うん、そのリハをするついでに Q&A を、うん、はい、だから、そのインスタ上でね、はい、募集したので答えていこうかなと。でも今日の目的はちょっと春さんの素をね、そう、キャラクターを出していこうみたいな、そう、見てほしいなと思ってるので頑張ります。そしてサプニングです。私、鏡を忘れたっていう、あと今、サプニングですって言ってますハープニングプチプラでおすすめのパックはこれ、いつも名前が出てこない。ダメだよ。プレシャスワンじゃなくてクオリティファーストの金と黒のしましまのパックが一番好き。これは何がいいんですか。めっちゃ潤う。花さん何肌なんでしたっけ。私最近乾燥肌です。でもドモホルンリンクル使ったら良くなった。出た私も顔がやっぱ濃いんで、うん、ちょっとしただけでやっぱ派手に見えちゃうんですよ、うんうん、だから最近しているのはアイラインはリキッド絶対引かない、跳ね上げない、うん、マスカラモリモリ大好きだけど盛らない、うん、なんで最近高校生したんですかモテたい。いや、モテたいじゃない、うん、幸せになりたい幸せになりたい、はい、でゆえの高校転換。いや、もうさ、28になるんです私、2月で。おめでとうございます。はいなんですけど、なんか周りみんな結婚して出産して、うん、実家帰った時誰も遊んでくれないし、ね、遊んでくれないかまってくれる人欲しい、うん、鼻に粉ついてるよいっぱいつけとこう。鼻の粉いつ取れるそれ一番最後絶対アリーさんでしょ、ふざけてるやつ好きな色、黒と赤、うん、強め。あ、でもこっちに出てきたタイミングじゃないですか。もう一回久しぶりに一人で暮らしたりとか、うん、新しい人と出会えたりとかしたから、うん、どうでした。あ、でも楽しいですよ、うん、みんなに会えて。何これ恥ずかしい。出してこ。恥ずかしい。やだ、恥ずかしい。なんかもうここら辺の筋肉が。いやいやいや、YouTube で出してないだけで。うん。感謝を伝えられる人。うんうんうん。惜しげもなく。惜しげもなく恥ずかしくなってきた。みんな助けて。エリカさんっていう方がすごく好きで、ニューヨークのなんちゃらなんちゃらっていうタイトルをよくつける、うん、結構自己啓発本を出している方なんですけど、その人の本は何読んでもすごくポジティブになれるし元気になれる、うん、ポジティブになりたいし元気にもなりたいことがあるんですね。常にある。常に闇散らかしてます。でもすっごい真面目な話をすると、闇散らかしているからこそ、そんな自分を出したくないからこそ、うん、元気にならざるを得ないんだよっていう。毎朝メイクしてたクソピサイクらなきゃの顔とかを全然思うし、服決めるのも、まあ、もうちょっと痩せてたらこの服に合ってたのにとか、自信なんてない。じゃあみんなと一緒なんですよね。そう、一緒一緒。なんなら花さんも作ってほしいですよね。いや、そう、作って今作ってって言っちゃった。そうなんですね。思ってたら、うん、私今頃大女優超目指して、なんかいろいろ履歴書とか多分送りまくってると思うし、なんかもういろんなところでヘーイみたいなやってる、やってると思う。一人で居酒屋で毎週金曜日カウンター席で日本酒飲んでんのって思わないから飲んでるのしてます、してます。あ、でもそれこそ超で、あのニューな話なんですけど、はい、昨日その人に LINE して、そしたら、返事来なくて嫌になってシュッて消して非表示にして LINE が来るのが嫌になっちゃって、はい、そっから友達から消去してでも消去しても LINE は来るんですけど、ブロックで。そう、でも朝 LINE を多分見たら耐えられないと思って、寝てから起きるまでの時間友達じゃない人からの LINE を受け付けないにした。それはこじらせてます
ツガツしてるって思われたら嫌だなとか、送ってみたものが、そう送ってみたものをずっと思われて嫌だなとか、なんかまただってどうせ結局来なかったからまたごめんって言われるの、ごめんって言葉あんま好きじゃなくて、うんうん、だからなんかそれが見たくないと思っちゃってやったけど、いやだいぶ後悔してるなみたいな、自分が惨めに見えちゃうような瞬間がちょっと耐えられないとか、そういうことかな、うん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 、優しく言うと傷つきたくないなんだけど、そう、そうでもね、花先生はきっとプライドが高いの、塊、人にいい言葉とかも言ってあげれるし、うん、人に下手に出れるんだけど、でもプライドはめちゃくちゃ高いの、失敗が怖いの、そう、失敗したくない、なんか常に完璧な自分を見せていたい、うん、って思うからこそ多分だから YouTube もすっごい真面目になると思う、うんうん、変なこと言っちゃいけない、間違った情報を言っちゃいけない、うん、ってなるから、なんかすごいなんか超先生みたいな、うん、はーい今日の授業はみたいな感じに腹元気だもんねなってるけど、でも実際はそれが嫌だから、うん、ゆるキャラの部分もあるしね、そうなんですよ、ただの調子の部分の方が多分本当に大きいと思う、ここね、愛してほしいなって思いますね、なんかすっごいくだらない話をすると、ジャニーズのコンサートが近かったから、まず YouTube でその話しましたっけ、してない、ジャニオタです、誰が好きなんですか、森本慎太郎くんです、ついに解禁します、いや解禁します、どうぞどうぞ、隠してはないんですけど、隠してはないです、あ、隠してた今まで、あ、隠してた隠してたけど、うん、まあ、もうコンサートとかでもやっぱね、うん、私の視聴者の方とかに話しかけられたりももちろんするし、まあ、なんかオタク隠してる自分も辛くなってきちゃったから、うんうんうん、まあ、開花しようと思っても、うんうんうん、全部言ってます今、なるほど、まあ、私としてはジャニーズファンの方とも仲良くなってほしいなって思います、確かに皆さん仲良くしてください、はい、お願いいたします仲良くしてあげてください、クナイプっていうブランドがあるんですけどのバニラなんちゃら、とりあえずバニラの香りがする入浴剤一番好きで、あと同じくクナイプのバスミルクのイチジクフィグミルクとが好きで、あとはバスロマン、え、それマジでクッソ名前聞いてきたんですか、そうです、最高クッソ名前やばい、え、ぶち切れてもいいと思う、でもなんかそういう人って、うん、むやみやたらに感情任せに怒られたら逆に何こいつ何キレてんのウケるみたいな感じになっちゃう人が多いから、ちゃんと怒るなら逆に冷静に、あの論理的に順序って怒った方が効果的、理由をね、そうそう、理由を感情任せにわーって言ってもなんか自分がマイナスになるだけな気がします、私はハッシュタグ、ハッシュタグ浜松アリーさんの浜松いじりが強い。いや、始まり出たことありますか？入れたことないし。やばい。それをチョイスするゆかこちゃんも強い。以上です。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。そんな感じでメイクも完成したし、これに関してはチュンドリアルやりますね。いや、でもこのカメラマジ漏れないからどうする？ちょっといいや。ありのまま、ブサイク。OK、大丈夫。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんまた次回の動画で会いましょう。